マスパ、できてない。マスパ、あーもう全然ダメ。サンマ、あーちょっと惜しいねー。なんか放置しろ、いでででででで。何すんだこらー、お前サボってんじゃねえぞ。しっかり教えやがれボケナス。いや見てるよ。見てねえから言ってんだろうがバーカ。はいはい正直に言うと見てませんよ。通過見るまでもないんだよん。もうお粗末すぎて見てらんないの。お前な、圧縮のコントロールがまるでなっちゃいない。高出力になればなるほど難しいってのはわかるよ。でもそれじゃあいつまで経ってもマスパ打てないぜー。とにもかくにも数打って鍛えるしかないね。はいはい。まあ頑張んな。理論上今の君はすでに 100% 出力のマスパを放つことができる。それなりに高圧を扱えるようになるとうまく体への負荷も逃がせるし。ちゅうことで自主練頑張。おい。頑張るか。あのクソ悪魔帰っちゃこねえ。たく、飯こしらえんのも楽じゃねえんだぞ。お、噂をすれば。おかえり。出てねえか。悪かったわね私で。それにこんな時間に押しかけて悪いわね。で、何の用？私を手伝ってほしい。は？意味わからんぜ。通過なんで私なんだよ。こないだ言ったろ？お前んこと嫌いだって。ええ、言われたわ。あんたのこと気に入らなかったけどよくよく考えるとそうでもなかったし。よくよく考えて？そうでもない？お前バカなんか？まあ頼れる奴もいないからあんたに頼るわ。仕方かましてんじゃねえよ脇。手伝いなさい霧雨。お前耳ついてねえのかボケ。聞けたろか？聞こえるように耳つけたろか？あんた、戦ったことある？な？人の話聞けや。この立派な耳があや人の話聞けるだろ。あんた、何してくれてんの？これ取ってよ。絶対嫌だぜ。なんだよこいつちょっと可愛いじゃねえか。恥ずかしい。やばい恥ずかしする。で、何の用だ？うにゃ。もういいてめえ帰れよ。待って話聞いてよ。聞かねえのてめえだろがバロ。こないだはその、変に突っかかっちゃってごめん。あんたの言う通り無関係の人間。あんたを巻き込みたくなかった。だから帰るなやら帰れやらねえ。まあそのおかげで死刑は免れたんだが。どうして遠ざけた私をもう一度巻き込もうとする？前も言ったけどあんたから悪魔の気配がしたから。して当然だ。同居人が悪魔だからな。別に不思議じゃねえだろ。今のご時世幻想郷は人も人外も享受できるんだぜ。でもあんたのその気配は、確かにあいつはただの悪魔じゃないことはわかってる。とんでもなく強いさ。でも邪気なんて感じ取ったことなんてないぜ。私が気になるのはむしろてめえの方だ。まさかとは思うがその手伝いっての。魔界についてきてほしい。あんたが感じ取った気配は多分魔界に行った時につけられたものだと思う。アホかお前。んなところ誰が行くかよ。人間が立ち入れる場所じゃないぜ。それでも、何をお前は焦ってるんだ？死にたいんなら勝手にすりゃいいがてめえと心中だけはごめんだ。わかった。ごめん。わかったんならとっとと帰れ。やあやあうぐーちゃん。全然お変わりないようで、そりゃあお互い様でしょん。無限世界から出てきちゃってどうしたの？別に、ふーん、霧雨の娘ちゃんは？お家でお留守番、しっかりと育ててるよ。あの魔法使いとの約束、娘を人間として強く育ててほしい。うん？約束だから？あのバカミコちゃんと帰ったのかな？つうか真面目な話してる時もあの耳つけてたのちょっとじわるわ。本当に帰ったのか？母さんの様子が最近おかしい。少しずつ巫女として仕事をこなす体力が落ちてきてる。私が早く一人前にならなきゃ。あら、珍しいわー。人間界から来た人間さんじゃない？ちょうど人間界を旅して回ろうと考えてたのよ。あなた、案内してくれないかしら？近頃幻想郷に魔界人がやってきてるんだけど、あんたら何を企んでるの？何のことかしら？わからないなら魔界の一番偉い奴んとこに案内しなさい。あなたの言っている意味がわかんないわ。それに創造主は誰とも会いたくないってね。そんなことよりどうすれば人間界に行けるのかしら？行かせないわ。あらやだ、意地悪なのね。君を倒せば教えてくれるのかしら？さあどうでしょうね。ふふん、面白いゲームになりそうね。うわぁ、これは驚き。魔界人でもこれを耐える一般人はそういないわよ。あなたとっても強い人間さんなのね。嘘？こんな簡単に。ああ、ずっと抑えてたのに、あなたのせいで興奮してきちゃったわー。殺しはしないけど、それなりに覚悟してね。魔界人、格が違いすぎる。たく、やっぱり帰ってなかったかバカミコ。霧雨、あんた、こら帰るぞ。お前、焦りすぎだったな。
魔界の連中から手を出したわけじゃない。え、その様子じゃろくに調べてねえな。魔界の入り口の結界、そこのヒビに気がつけ、痛い目見ずに済んだのに。どういうことよ。あら、経年劣化みたいなもんだ。意図して人間界と魔界が繋げられたんじゃねえってこと。そこを通って幻想郷に魔界人が来てるのも観光目的だそうだ。まあ悪さをする連中が現れないとも限らんか。おしゃべりはもういいかしら。金髪ちゃんも私と手合わせ願えない？そのミコちゃんのせいで我慢できなくて。こいつマジの戦闘狂か？それとも変態か？両方兼ね備えた魔界の一般人よ。ち、わけわかんねえぜ。行くわよ。合図したら上に飛びなさい。任せろ。こいつ天才だ。霊力を魔力に変換して肉体を強化して戦ってやがる。一撃を外しちまえば大きな隙ができる私とは違う。常に最適な霊力量を圧縮して高魔力に変換して戦ってんだ。それも体の一部一部で変換量が異なって肉体に負荷がかからないようにして。嘘だろ。これは努力どうのこうのでたどり着けるレベルじゃねえ。まるで格が違う。こいつに勝つなんて私は。今よ霧雨、本当おバカ野郎だぜ。その目にやっつけな。これが人間魔理沙様の 100% のマスタースパークだ。ちゃんとそばにいないからこうなるんじゃないの。何かあったら顔向けできないよ。間違いないや。でもマックスパワーを込めたマスパで890メシプを出せたようだよ。本来1290メシプで出力できるけど今のマリサにしちゃ上出来だね。890。あの年で人間が。ほんと。彼女の娘だね。不思議な生き物だよ、人間は。うん。ひどく脆く醜く弱い。だけど人間は儚く気高く優しく強い。だから私たちはあの二人の人間に負けたのさ。そろそろ教えてあげるよん。大きくなったマリサちゃん。桃よっちとそこで私らのこと見てんだろう。へ、これがマスタースパークか。明日は筋肉痛でろくに動けねえだろうな。油断しないで。最後のあがき。魔界の扉は閉じる。私の管理不足。なんだこいつ。怖い。今すぐ幻想郷に。やばい。母さんより強い。はるかみ。人間のくせに強いのね。あなた、白霊の巫女。美魔の。霧雨の。二人は。美魔の。間違いだった。魔界は。私たちが足を踏み入れていい場所じゃない。金髪の子。あなたは美魔。黒髪の巫女。あなたは。神器様、人間界に出て行った魔界人の回収を終えました。アリスと友達になってあげて、それで魔界に踏み入れたことは許してあげる。なんとかなったな。マリサ、うん、ありがとう。これに懲りてもう早とちりすんなよ。次は助けられんぜ。うん、これから一人で戦い抜けられるよう強くなる。戦うことが人を強くするとは限んねえよ。他人と喜びを分かち合い、流した涙で強くなるんだ。生まれた時は誰も弱いかんな。たまに神社に遊びに来ていいわよ。なんだよそれ、素直じゃねえんだな。あんたこそ私のこと嫌いじゃないの。どうだかな。まあ少しは見直したよ。誰に話してんの。ここに桃よとマリサがいるんだ。実体もなけら気配もないけどね。確かに二人はここにいる。どうして。天才悪魔だから。人間の、特に君の思考なんて手に取るようにわかる。だから会話もできちゃうのよん。君たちの声は全然聞こえないけどねん。現月、私の母さんを殺したのか。直接的ではないけど、原因は私たち二人は無限世界の悪魔。しょうもない姉妹喧嘩で六代目を怒らせたバカどもだ。バカどもとは失礼な。なんだと。桃よちゃん、それはないんじゃない。いつまでもクマちゃんパンツじゃないぞ。ほら見ろ、こいつ何してんだ。まあ姉妹喧嘩が幻想郷まで飛び火して聞き察知して六代目が無限世界に乗り込んだ。妹の魔法使いを連れてな。それが私の母さん。私たち二人戦うことには相当の自信があったんだけどね。二人の人間に負けた。でも二人も限界を超えて戦ったから発病したの。横転病。二人とも。だと。霧雨一族は白霊一族の血は一滴たりとも入っていない。でも二人とも発病したの。私も人間の体で発病した。血や種族も関係なく縛る呪い。白霊の巫女と霧雨一族の運命だ。それで私も。本題だ。君が発病しなかった理由。私が君を人間として育てたから。169回目のやり直しの世界。その世界のお前は人間をやめ、ひたすら強さを求めた。結果、横転病を発病し生き絶えた。君の母を見取る時に言われたの。マリサに私たちのような運命は背負わせたくない。
あなたたちは悪さした罰としてあの子を幸せになるように育ててほしい。これは命令、任せたぜ。ってね。六代目にも同じこと言われたよ。母さん、偉大な魔女だったのを普通に生かせようとしたクソ親父も、知っていたのさ。だからお前も普通の人間として育てようとしてた。子供が強い魔法使いに憧れる気持ちもわかる。でも今じゃ君の父親の気持ちもわかるよ。親父は、母さんを殺したんじゃなかった。ずっと守ってたんだ。私のことも、なのに。そうだ、お前は愛されてこの世に生を受けた。愛されて育てられた。愛されて強くなった。もう私のことは覚えていないんだろ？マリサちゃん。私に育てられたことも、私と暮らしていたことも、まるで一人で生きてきたかのように記憶が書き換えられているだろ？それが歴史の修正力。そして私が存在を取り消した結果よ。存在を取り消すだって？何言ってるの？黙ってろ無月。マリサが人間として生きるには私の存在は邪魔になる。そこまでして約束を守るなんて、悪魔に約束はない。悪魔と交わすのは契約だ。その覚悟で、だってマリサちゃんに魔法かけられちゃったもん。愛情っていう魔法をね。本当に母親になった気分なんだよ。幸せだとも思ってる。私は悪魔。だけど心はもう人間に染められてるのかもね。話を戻すね。私がいると君は私の背中を追いかけて強くなろうとする。間違いなくね。君はそういう性格だし。でも、いや。きっとマリサなら意地でも聞かないね。少しでも君が幸せに生きられるよう私は自ら存在を消す。それが今から何年先になるかはわからない。存在が消えた後、私がどうしているのかもわからない。だけどマリサ。君が幸せならそれでいい。親がこう思うのに理由なんていらないの。ああ。理由なんていらねえ。私はずっと、娘たちの幸せを願った。なのにどの世界でも守りきれなかった。いつも最後を見とることしか。マリサ、君一度存在が消えたんでしょ？多分世界を巡り巡ってなんかあってって感じで。その存在証明をしたのが横にいる桃代ちゃんってのは聞いた？ああ。聞いた？桃代ちゃんは巡り巡る世界で君の母親を何度も食った。それはあの子が自ら望んだことなんだけど、大好きな母親の中で眠りたい。どの世界でもあの子は笑って俺にそう促すんだ。だから尽きたどの命も俺の中で生き続けてる。お前の存在証明ができたのは数百得意続けたからだ。存在を証明する方法ってのは、肉親、または自分自身を何度も犠牲にし俺の能力で証明を行う。だから霊夢の存在証明はできないんだ。俺に会いに来た理由もそれだろ？悪いな。霊夢のことは諦めてくれ。嘘だろ。桃代ちゃん、こないだなんて言ってたっけ？ロリータ？あれってさ、もう一人いるって言ってたじゃん？リローダじゃなかったっけ？そうだっけ？まあその、桃代ちゃんがマリサのリローダならさ、もう一人のリローダが霊夢ちゃんの存在証明できるんじゃない？確かに。あの狐が言ってた。お前天才か。だって今も私の姿も見えてねえし声も聞こえてねえんだろ？やっぱすげえよお前。全然覚えてないけど。だから天才だって言ってんじゃん。空腹で毒キノコスープ飲んだりしてるくせに。あはは。あは。ああ。まあ焦らずともいいよ。最後まで自分の記憶を見ていきな。君はもう立派な普通の人間だ。強く生きるんだぜ、マリサ。おう、ありがとう。もう一人の母さんよ。忘れちゃうくらいあなたが大好き。